ーー今日も小人大墓の方を読んでいきたいと思います。今日はですね、第4章、人と暮らす小人です。人と暮らす小人って一体何なんでしょうねどんな小人なんですか人の近くにいる小人たちですね。読んでいきますね。あ、今度は5体いますよ、5体。小人が5匹います。それでは読んでいきたいと思いますね。仏屋、仏屋かばね、バイブスマダラ。 アシシクロバネ。忍びエ,エコビド。悲鳴エコビド。読みにくい。読みにくい。これもっと読みにくくなりました。読みにくい。もう本当にこれ。すごく読みにくい。すごい名前を。で、じゃあ、こんな感じですね。ほら見てください。もうちょっと、ちょ、ちょ、天気悪いです悪天候の時撮ってますね、これ絶対に。もっとさ、この辺に日光がある時に撮ってくださいってこっち思ったんですよ、本当に。ねえ。なんか天気悪いです、すごく。さ、行きますね。始めていきます。 じゃあ、こんな風になってますね。こっからスタートしていきます。こんな風に、こんな風に、これこう、こんな風にね。で、こんな感じ。人が、人が住んでいるところにいる小人らしいですね。どんな感じなんでしょうかね。すごく気になります。そして、今日も、小人も、小人も人が好きと、こんな風なやつですね。なんだかこれ。探しに行ってみようですね。小人が人が好きだ。小人も人が好きでそうですね。で、探しに行ってみようらしいです。どうですかこれ。はい。それでは、読んでいきますね。 小人も人が好き。大半の小人は人間を避け、自然の中でひっそりと暮らしていますが、あえて街を住みかにしている小人たちもいるのです。町や公園、家の中の物陰から彼らはそっと人間たちを伺っているようです。人間に気づかれないように暮らしている小人たちですが、時には存在の剣跡を存在です。存在の 見積見積を残していくこともあります犬がむやみに吠える、猫が何もないところをじっと見つめているといった時は、きっと近くに小人がいるはずです。普段の生活で、あれと思うことの多さは、多くは小人の仕業かもしれません。人間の生活の場を速やか、速やかに選んだ不思議な小人たちの習性を紹介していきましょう。 なんという風に、小人の大半は人間のことが大好きなそうですよ。一緒に暮らしたいと思ってるそうですね。どんだけ可愛らしいのみたいな。どんだけ可愛らしいのみたいなで。近くに小人がいるのかなって感じがするんですけど。あ、おったよ、ここに。チョコあらチョコクッキーでした小人じゃないよ。チョコクッキーだよ。チョコクッキーなんだよ。まだこれ、巾着とマフラーつけてるわ。給食のおばあちゃんじゃないよ。チョコクッキーだよ。はい、読んでいきたいと思います。あえて街を住みかにして小人たちもいるそうです。あえて街を 人間が好きだから一緒に共存したいって思う気持ちで、あえて、わざとあえて、人間と住んでるところに潜む小人もいるそうです。寂しがり屋なのかな寂しがり屋なのかなちょっと、可愛いですよね。なんか、えーって思ってしまいました。で、街や公園、家の物陰なの中にも潜んでる可能性がありますので、皆さん、もしかしたら、スマホを片手にいじっている時に、その辺に小人がいたりとか、窓を開けた時に、小人が目の前から飛んできたりとか、 もう空を、空を、空を見眺めているときに、小人が飛んで、飛んでいたりとか、もしくは、えっと、カラスと一緒に、小人が一緒にいたりとか、するかもしれませんよ。もう、どの状態で、で、現れるかわかりません。公園でさ、サッカーしながら、ハぁ、ハぁ、ハぁ、パス、ハッパパス、ス、みたいなことしてる、して子供たちいると思うんですけど、その子供たちの足の裏にも小人がいるかもしれませんよ。しっかりと地面を見ながら、小人が蹴らないように、ボールもちゃんとしっかりと、 小人の、小人に当たる、当て、当てないように、ボールもちゃんとしっかりと、小人に、小人当たらないように、そらしながら、ボールをしてくださいね。じゃないと小人可哀想ですからね。死んでしまったらどうするんですかで、いきますね。人間に気づかれないように暮らしている小人たちですが。なんと人間に気づかれたくないらしいです。一緒に暮らしたいっていうのにあえて来たのに、人間で暮らすのが嫌いって、どうなんですか一緒に、え近くに現れないっていうのは何ですかやっぱりいじわする人間がいたりするからですかね、多分。 時には存在の形跡を残していることもあります。時には存在の形跡を残したらす。え、人間に近づかないのに自分たちが来ましたよっていう痕跡を残して帰る。なんで何なんですかみたいな。余計に寂しがり屋で余計に気づいてもらいたいみたいない。そんな感じしますよね。本当に。一人でいるのが嫌だなっていう。誰かと誰かと一緒にいたいとかっていう寂しがり屋なんでしょうね。多分ね。で、犬がむやみに吠えたり、猫が何かにじっと見つけたりするときは小人がいるかもしれませんよ。 犬が吠えてたり吠えたりとか、猫がじっと何かを見つめたりするときに、コビットが多分そこにいるかもしれない。探してみてくださいね。多分見つからないと思います。ちっちゃいのでね。こんな感じなこんな感じ。これが動いてるみたいな感じなので、ね、なかなか難しいですよね。でですね。 普段の生活で、あれと思うことの多くは小人の仕業かもしれません。普段の生活で、あれこれってなんか、こ、こんなところ置いてなかったのに、あ、こんなも、こんなところ何かある、あるとか、言うと簡単に言えば、ピン止めここに置いてないのに、ピン止めここにあるとか、あれグラス、あれグラスにお茶入れてたのにお茶なくなってるとか、グラスの中にお茶入れてたのにお茶が知らない間に飲まれてるとか、消えてるとか、それというか、あと、あのですね。 サラ,サランラップをちゃんと蓋してるのに、サランラップがなんか巻きつけられてるみたいな。なんか、あれいっぱい出てるみたいな。トイレットペーパーだってちゃんと綺麗に収めて収納して、出ないようにちゃんとしてるのに、トイレットペーパー知らなきゃ、切れ端があるみたいな。誰かが作った跡があるとか。そうなると小人がいるかもしれませんの。皆さん気をつけてくださいね。特に一人暮らしの方は特に気をつけましょう。本当に小人の住みかにされますよ、絶対にね。で、ですね。人間の 生活の場を住みかに選んだ不思議な小人たちの数勢を紹介しまし、しました。しました。はい。それでは行きます。探しに行ってみよう。なんとですね、服装はパジャマとか。もうそんな持っていくものないみたいです、ね。犬、犬が寝てますけど。さあ読んでいきましょう。服装は青いパジャマですね。上下青いパジャマですね。でですね、あとは持っていくものなさそうですね。これね。ないですね。 あと、犬や猫、いなくてもいいです。いい,い、そうです。犬も猫も着てほしいけど、いなくてもいいです。なので、持っていくものは、この上下の、この、上下上下のパジャマと、犬と猫、連れて行っても行かなくてもどちらでもいいですよっていうことですね。はい。人間の近くで暮らしている小人たちは、人間のことをよく知っているはずです。もしかしたら、私たち人間の方がいつも観察されているかもしれませんね。 普段の生活と変わらないリラックスした態度でそっと探してみましょう。なんとですね、人間が小人を探してるんじゃなくて、に、小人が人間の習性を理解してるそうですよ。見られているかもしれないってことですよ。あなた方が何やってるのか全部見られてる、る小人に見られてるってことですからね。変なことしないようにしてください。小人に見られ,見られてますから、絶対にもう。ね。それでは、次読んでいきたいと思います。次はですね、 はい。いきます。ホトキアカバネ。じゃーん。こんな感じですね。綺麗ですよね。すごく。羽が2丁ついていて、ちょんちょんってヒレがついていて。もしかしてこれ飛べるのかな空飛んでる、ありますね。空飛んでるのが。飛べるのかなこれ。パタパタ飛んでますね。可愛らしい。これ、あのさ、これ、あの、あれですよね。あの、山と森に住む小人に登場してきた全身オレンジの2つ、こう、羽がついてるのとちょっと似てますよね。でも少し違うのは、この小人は、羽が、 赤いこと、そして、このぐるぐるがないことですね。あのね、あれはくるぐるぐるがあった時、あと色が違いますね。黄色ですね、今度は。それでは読んでいきたいと思います。仏トケカベのトーチン。真っ赤な羽のあるトーチンで空を飛ぶことができます。ずっと昔の記録に飛行機の操縦士が雲の上を飛ぶ仏トカベを見たという例があります。かなりの高度まで 飛ぶことができ、気流に乗って遠くまで移動できると考えられています。なんと、この真っ赤な羽でやはり空を飛ぶことができるそうです。そしてこの人の最短の特徴は気流を操作しながら飛んでいけるらしいので、どこへでも飛んでいけるそうですよ。もしかしたらあなたたちの街にも,いる,かもしれ飛んでいるかもしれませんよ。探してみてはいかがでしょうか。探したら、あの、写真で撮ってくださいね。お願いします。きっといいことありますよ、これ。 死体。額赤い点はいろんなものを感じ取る大事な期間。人の心までよ。なんと、彼はテレパシーを使えるそうです。なんとテレパシー、この赤色のこれ、これで、この期間でテレパシーを使えるそうですよ。何でも心を見通しですよ、皆さん。何か考えていても全部彼、彼に聞こえてますってことです。聞こえてますからね。この赤い反転で聞き分けるんですから、絶対に。口。 常に半笑笑いいなんでつも笑ってるそうですねポジティブなのかなポジティブ思考の方なのかないつも多分楽しいことがあるんでしょうね楽しいことがあるからいつもいつもここへんで笑ってるのかもしれません嫌なことでも多分笑ってると思いますポジティブなのではいそれでは読んでいきたいと思います小人は幸運目大幸運食糖10赤羽族体長約 25cm 糖賃は含まない生息地不明 特徴、空を飛ぶことができる。鳩と一緒に行動することが多い。目撃すると幸せになれると言われている。食べ物、鳩の餌が大好物。おー、なんと、幸運、こう、いいですね、幸運。こっちも幸運、幸運が欲しいです。約25センチメートル。で、この小人も高いですね、25センチメートルなので。ね、大きいですよね。こう見た感じは結構、 あのー、小さそうに見えるんですけど、大きい。トーチン含んでるかなトーチンは含まれないそうです。トーチン含まないのに、こんなに大きいそうですよ。でも見た感じちっちゃいの25センチもあるように見えませんよね。25メートルもあるよ。センチメートルもあるよ。<laughs> 見えないですよね。生息地は不明。なんと生息地はですね、気流に乗って空を飛んでいくので、いつも多分空で移動してるので、 いろんなところにいるので生息地は多分ないんでしょうね。いつもいつも空を飛んでると思いますね。急流に乗って空を飛んでるそうなので。飛行機ですね、飛行機。まさに飛行機ですわ。で、特徴。空を飛ぶことそして生息地は不明なあ、ちょっと待って特徴は、空を飛ぶことができる。鳩と一緒に行動することが多い。目撃すると幸せになると言われている。空を飛ぶことができるのは知ってましたね。鳩と一緒に行動することが多いそうです。鳩と一緒に行動されるみたいなので、 生活のほとんどは、生活の大半は鳩と一緒に生活しているそうですね。多分、これは。で、目撃すると幸せになると言われていますよ。目撃して写真に収めてみたらいかがでしょうか幸せになれるそうなので。食べ物。鳩の餌が大好物。なんと、鳩と一緒に生活して行動しているので、鳩と鳩の餌が大好物だそうです。どんな風に感じなんでしょうね。鳩と一緒にご飯食べてる姿は、なかなか想像つかないので、ねえ、想像つきません、本当に。飛行する仏赤羽ば これ飛行してます、これ。飛行していります。撮ってください。これ誰か撮って、すごいです、ね、手と羽をバタバタして飛び立つ。なんと、こんな風に飛んでいくらしいですね。こんな風に。で、見た感じ普通にバタバタしてませんよね。えーこんな感じなんですかね。こんな風に。これ <laughs> ピーターパンですか。ピーターパンみたい。ピーターパン。次読んでいきます。お、仏赤羽、ね、幸せの噂。 ほとケ赤羽が現れた後には幸せが訪れるという言い伝えがあります。羽は古くなると抜け落ち、新しい羽に変わります。もし羽を見つけることができたら、お守りのように身につけてみます、見てください。幸せなことが起こるかもしれません。なんと、羽が生え変わるそうで、古い羽は落ちるみたいですね。で、こんな感じ。見つけたらすごい幸運、幸運になるみたいなので、見つけたらこんな風にして、 お守りみたいにして、こんな風にハットに、ハット棒に付ける、飾りとして付けたりとか、あとこんな風にして、あの、お守りとして、お守りの中に入れておくとか、もういいですね。いろんな使い方があるので、皆さんぜひやってみてください。そしたらですね、なんと、これわかります大仏。奈良の大仏の上にこんなにいるみたいですよ。神様とちょっと更新してるの、テレパシーしてるのかなみたいな感じしますよね。素晴らしいですよ、これ。面白くないですかこれ、これ、これ、どんな,になってるんですかこれ。 すごいですね、これ。こんなん <laughs> 仏赤羽のおびき寄せ方。仏赤羽をおびき寄せるには、捕まえて幸せになれる、なってやる、などという、やましい心を取り払ってください。なんと、捕まえて幸せになってやるっていう、その勇、いさま、やましい言葉を取り払ってくださいらしいです。そんなことしてたらあ、あ、らわれませんってことですね。気持ち的な問題として。そういう邪念がある限り、仏赤羽は絶対に現れません。 そういう邪念があったああ、あったら、仏赤間には現れることはありません。幸せにもなれないっていうことですよ。欲のない、優しい心を持つような、持つことが必要です。欲がないように、優しい優しい心で、優しいハートで、あの、いなければなりませんね。かといって、その場に、その場限りでは全く意味がありません。まず、このことを念頭に置いて準備しましょう。 用意するもの、読んでいきますね。これが大事です。用意するもの。四つ葉のクローバー、300g。無理でしょう。カゴ、黄色いハンカチ、赤い風船。四つ葉のクローバー 300g って、そんな四つ葉咲いてますかほとんど三つ葉ですよね。四つ葉咲いてるっていうのは本当に珍しいですよ、すごく。そんなありますか ?300g も。カゴ、黄色いハンカチふ、赤い風船。何つか知らないです。赤い風船も必要ですそうそうなんで赤い風船必要なんですかね。で、手順。こんな風に、じゃーん。こんな感じ。 ここんなな風に画像でうクローバー四つ葉のクローバー 300g カゴハンカチ赤い風船手順1ベランダなど雨の当たらない静かな場所に黄色いハンカチを敷く2カゴに四つ葉のクローバーを盛りハンカチに置く3その近くに赤い風船をつける4少し離れたところで静かに待つ注意ゆっくりしていると。 くつろいだ後、しばらくすると、またどこかに飛んでいきます。くつろいでいるときは、絶対に邪魔をしてはいけません。もし、いつまで経っても現れないのであれば、あなたの心にまだ邪念があるという証拠です。毎日、思いやりの心を忘れずに過ごしましょう。そしてまた、チャレンジしてみてください。なんと、注意がありますよ。邪念を捨てなさい。邪念をね、悪いこと考えるんじゃないよ。 よくもったいかんよ。まあ、持つことも必要あると思うんですけど、まあ、もう、持つなってこと。思いやりも大事だぞっていう。思、思いやる気持ちも大事よ。人、人を思いやる気持ちも。それは忘れずに、見てくださいね。そうすることによって、えー、っと、仏赤羽が現れますので。はい気になりましたけど、はい、鳩と一緒に餌を食べてます。これすごく気に,気になりました、僕。どんな風に食べてるのかなと思って。こんな感じ。普通に食べてる。何これ、普通。 あ、別にそんなに、そんなに別になんとも、なんともないわ。普通だわ。はい。今日のところは、ここまで。次回はですね、バイブスマダラっていう、小人ですね。なんと、トーチンは、6ありますね。6。6本ありますね。6本あって、見た目はあんまり綺麗じゃない。はい。それを、それです。はい。それでは、終わるにゃバイバイにゃ